こんにちは、ぬいこです。今回はこちらのシンプルな前開きパーカーにレースをつけて女性向けにリメイクします。レース付け位置は前ファスナーに沿って裾からフード周りを通り、反対側のファスナーに沿って裾までつけます。今回は5ミリ幅の細めのレースを使います。付け位置を決めます。ファスナーの中心の虫と呼ばれる噛み合わせ部分はミシンでは縫えないので、中心から1センチ程度離れた位置につけます。手縫いで縫い付ける場合は表面の生地をすくうので、中心ギリギリでもつけられます。今回はミシンを使うので1センチ離れた位置につけます。続けてフードも1センチの位置で縫います。このフードはミシンがかかっていないので折れ位置が動いてしまいます。ステッチがかかっていればファスナーからの延長でそのまま縫えます。大概のフードはステッチがかかっていますが、こちらのフードのようにステッチがない場合は表フードと裏フードの後ろ中心同士を合わせて待ち針で留めていきます。これで表と裏のフードの縫い目が合った状態になったので、中に手を入れて表と裏を平らになるようになじませて、釣り合いを確認しながら折り目がずれないように待ち針で留めていきます。待ち針が止まりました。レースを手縫いで縫う場合はおそらくフードの表だけすくって縫うようになるので、裏フードが固定されません。折り位置がずれないように先に並縫いで付け位置を縫ってからレースを縫い付けます。ミシンで縫う場合は縫い目が裏まで貫通するので、このまま待ち針の状態でも大丈夫です。心配な場合はしつけで縫っておきましょう。ではレースを乗せていきます。レースには表裏があります。裏は平らな感じです。表はふわっと膨らみがあって光沢があります。表裏をよく確認をしてから乗せます。レースの端を1センチ程度折ります。裏側のレースと表側のレースの柄の位置が揃うように折ります。レースのモチーフの大きさにより折る長さは調整をしてください。1センチでは足りない場合もあります。パーカーの下端ギリギリとレースの折れ目を合わせて、なおかつ中心から1センチの位置にレースの端が来るように乗せます。待ち針で留めます。このまま
反対側の端まで待ち針を留めていくのは大変なのと、厚さのある布に別素材を乗せて縫うのは釣り合いを取るのが難しく、待ち針で留めても縫っていくうちに釣り合いがずれていってしまうので、5センチ程度先だけ待ち針で留めて、縫い進んだらまた待ち針をするという方法がいいかと思います。縫い位置はレースの両端を縫っておくと端がめくれず綺麗に仕上がります。手縫いもミシンも60番スパンミシン糸を使います。最初は手縫い、途中からミシンと両方試して縫ってみます。糸端を玉留めしてレースの下から上に出ます。進行方向とは逆の裾に向かって縫います。ミシンの返し縫いをしているイメージです。レース2つ折り部分は硬く縫いづらいです。パーカーの生地は裏まではすくっていません。端まで来たので進行方向に戻ります。折った下側のレースが外側に出ないよう細かめに縫います。中心側も反対側もレースの両端とも縫っています。ここからレースは1枚になります。中心側を1針縫ったら、反対側の端を縫います。丸いレースの穴から出ます。両端を交互に縫って進んでいきます。隣の穴から入って中心側から出ます。中心側を縫ったら反対側の穴から出ます。隣の穴から入って中心側から出ます。繰り返して縫い進んでいきます。このまま端まで縫っていきます。前開きパーカーは開けて着ることがあるので、レースの溶弱と気合がもしあれば裏側にもつけると華やかに仕上がります。途中からミシンで縫いました。ジグザグミシンで縫っています。レースの幅が5ミリなので、ジグザグミシンの振り幅は
3ミリにしました。斜めに糸が渡るので、縫い糸が目立ちますが、手縫いに比べると早く縫えました。パーカーとレースの釣り合いについては、手縫いの方が微調整しやすいです。手縫いとミシン、一長一短あるので、ご自身に合った方法で縫ってみてください。これで完成です。今回のシンプルなパーカーにレースでリメイクする方法はいかがでしたでしょうか。縦のラインが入ったことで、すっきりした印象になりました。細いレースなので、甘すぎず気軽に着られそうです。幅広のレースにすれば、華やかで甘い印象になります。仕上がりイメージを想像しながら、使用するレースを選んでみてください。これからも、洋裁、リメイク、お直しなど、いろいろなご提案をしていきます。縫い子の洋裁教室を今後ともどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。